はい、どうも、シャチクです。本日もあつ森やっていきたいと思います。で、やっていきたいわけなんですけど、ちょっとみんな一言言っていいか。シャチクですって挨拶飽きてきた。今日はね、外出ないで家の中に引きこもりたい気分なので、家の中に帰りたいと思います。さあ、家の中ね、片付けていきたい。あれ、ここって俺の家だっけ？いや、違うな。こんなに綺麗じゃなかったよね。ちょっと間違えたので、ちょっと一回ね、戻りたいと思います。あれ？俺の家ってこんなに綺麗だっけ？ちょっと待てよ。え、だけどさ、見た目はこれ俺の家だよね。いや、マジでマジで。え、なんでなんでこれ？ちょっと待って、自分さ、何もやってないんだよね。なんでこんな綺麗になってんの？どういうこと？いや、マジでどういうこと？え、さっきまでさ、こんな綺麗じゃなかったんだけど、さっきね、ちょっとコンビニ行ってたんですよ。コンビニ行ってきて帰ってきたらこんな感じになってましたね。え、待って、これ誰かさ、絶対やったでしょ。おい、誰だこれ、部屋変えたやつ。いやー、まあ別にいいんだけどさ、犯人は分かってるから。はい、まあそういったところでね、なんかドッキリか何なのか分からないんですけど、僕の家が勝手に改造されてました。しかもめっちゃおしゃれな風に。なんやこれ、超おしゃれな大学生が住むような家になってんだけど、すげえなこれ。しかもリメイクまでされてるじゃん。え、待って、リメイクされてるってことは俺のリメイク素材使ったってこと？おい、ちょっと待ってちょっと待って、リメイク素材あんまりないんだけど、まあ別にいいや。はい、まあそういったところでね、ちょっと僕の家がなんか変わってました。いや、なんか反応に困るんだけどさ、すごいねこれ。へえ、よくね、こんな既存の家具でおしゃれにできたな。あんまりね、僕家具持ってなくて、まだ部屋作りやってなかったんですよ。まさかの展開で超びっくりしてるんだけど、いやー、今日はね、本当は検証動画撮ろうと思ったんですよ。いや、何このドッキリ。よし、検証動画撮るか。けどちょっと今日疲れたから部屋作りでもしようかな。あれ、待って、部屋がすでに出来上がってるみたいな。え、これまさかさ、奥の部屋とか左右の部屋はまだできてないよね、時間的に。いや、本当にね、ものの30分ぐらいね、留守にした間になんか部屋ができてました。どういうことこれ、すげえ早技だな。そしてさ、個人的に気になったのがこれですね。これってなんだ、洗面台やな。これ洗面台って言ったらいいのかな、なんか手洗うところ。これね、めっちゃおしゃれっすよね。みんな見える？多分これね、リメイクされてると思います。確かね、こんな色じゃなかったんですよ。ライトブラウンだったと思うので、まあ、ライトブラウンになんかその白の、まあ、手洗うところみたいな、まあ、手洗い場みたいな感じだったので、いやー、なんかすごいおしゃれになったな。リメイクするだけでさ、今作の家具って全然変わりますからね。いやー、なんかすげえ部屋になったよ。いやー、いいね。あと任天堂スイッチがある。どんなところに任天堂スイッチあんだよ。すごいな。しかもゴルフバッグもあるじゃん。俺ゴルフしないんだけど。いや、だけどね、本当におしゃれな部屋になってよかったです。僕何もしてないんだけど、雰囲気的にはおしゃれな男子大学生の部屋とか20代の男性の部屋とか、なんかそんな感じの雰囲気が漂ってますよね。はい、ということで奥の部屋に行きましょうか。テレビしかねー。ここは変わってないのか。あ、ちなみにこのテレビはこの間の検証で使ったやつですね。まあ、気になる方がおられましたら、ぜひね、過去動画からテレビの動画も見ていただければ幸いです。はい、てことで、おそらく左右の部屋もできてないよね。一応見てみるか。まあ、できてたら嬉しいんだけど、多分ね、できてないと思います。右の部屋は、おお、これ変わってないね。自分が作ったゲーセンから変わってないわ。ちょっとしたね、プチゲーセンみたいなのここに作ろうと思って、ここら辺にね、ゲームものをね、ちょっと集めてるんですよ。まだ全然集まってないですけど、とりあえずですね、家具が本当に足りてないから、家具を優先的に集めていかないといけないな。そう、島整備の方は結構ね、住んできたんだけど、その代わりに部屋の中が全然できてないから、そこをやっていかないといけないわ。ただね、部屋数がさ、この通りめっちゃ多いからさ、作っていくのがなかなか難しいんだよな。奥の部屋と左右に部屋もあるし、あと2階と1階もあるじゃん。1階じゃねえよ、地下か。地下もあるからさ、結構大変なんだよな。しかもさ、地下の部屋とか広いじゃん、結構。そう、なかなかね、難しいよな。まあ、家具の母数自体がないから、まあ、取り急ぎね、家具をね、どんどん集めていこうと思います。ね、まあ、現時点でも結構ね、おしゃれな部屋作ってる人多いからな、すごいと思うわ。はい、ということで、
さあ、今更ながら熱盛をやっていきたいと思います。そうですね、熱盛やっていきましょうか。やべえ、ファミチキ食いてえ。ファミチキってさ、なんであんなに美味しいの？突然だけどさ、最近ファミチキにめっちゃハマってんだよ。今週さ、多分週4ぐらいで食べてんじゃないかな。なんかね、近所のファミリーマートがファミチキ100円セールっていうものをやってるんですよ。確かね、来週ぐらいまでまだやってるんじゃないかな。まあそういった背景があって、まあファミチキを食べまくってるわけなんですよ。もうすっかりね、ファミチキにはまりましたね。下手したらさ、1日4個ぐらい食ってるわ。やばいよね。4個食うってなかなかレベル高いよ。多分さ、あれ、1つ300カロリーぐらいあるわけでしょ。だからまあ 300×4 か。1200カロリー。やば。デブじゃねえか。やばいね、おやつ代わりに食べてんだけど、ちょっとまずいっすね。ちょっと自重するわ。ちなみになんですけど、コンビニのチキンシリーズで一番でかくてカロリーあるのが L チキらしいですね。L チキはね、1個あたり、あれ350カロリーぐらいかな。結構あるんですよ。しかも一番ボリュームがあるみたいな。だからまあね、がっつり食べたい人は L チキの方がいいかもしれませんね。一方で一番小さいのが7チキみたいです。7チキはね、ファミチキと L チキが180円なんですけど、確か7チキ210円ぐらいかな。まあ結構高いんですよ。まあ1割前後ぐらい高いですね。ただ量としては多分ね、 L チキの3分の2ぐらいかな。まあそれぐらいしかありませんね。だからまあコスパ的には悪いんですけど、味はね、7チキが一番美味しいかもしれない、正直言って。まあ僕はね、個人の好みでファミチキの方が好きなんですけど、ただ純粋な味だったら多分ね、7チキじゃないかな。まあ自分はあんまりね、7チキ食べないんですけど、まあどうなのかな。まあそこはね、やっぱり人によるのかな。ただファミチキが一番人気っていうイメージがありますね、自分の中では。ファミチキが一番人気があって、時点で7チキみたいな。で、L チキはね、結構人を選ぶかなっていう、そういった印象かな。L チキはね、確かに量が多いんですけど、脂身とか、あと衣がね、多い気がするんですよ。そう、圧倒的にね、衣が多い気がします。一方で7チキはね、ほとんど衣がないんじゃないかな。割とね、肉が結構あるイメージがありますね。まあそこの差じゃないかなと思ってます。まあ結構ね、コンビニチキンって7チキ、ファミチキ、L チキで割と違うので、食べ比べしてみるのもいいかもしれませんね。まあ僕もね、コンビニのチキンマニアということで、まあ、そのうちもしかすると食べ比べの動画を上げるかもしれないので、もしね、上げてたら皆さん見てください。面白いのかどうか分かんねえけど。そして地面の卵掘り出した。地面の卵さ、ありすぎでしょ。今の時期だいたい地面掘ったら地面の卵ですからね。またお前かみたいな。本当になんか もういいよっていうぐらい地面の卵があるんだけど、今何個ぐらいあるんだろう。さすがに99個はないと思うけど、ただ限りなくね、それに近い個数あると思いますね。正直いらないっすね。あと魚釣ってても卵ばっか釣れるからさ、本当にこれどうにかしてほしいわ。完全にこれね、卵テロですよ。むしろイースター早く終わってくれって感じだからな。もう分かった分かった、卵の出番もういいよみたいな。おそらくね、自分と同じようなことを思ってる人多いんじゃないでしょうか。またお前か、卵はいいよみたいな。ただね、イースターの期間が終わらないと、ね、本格的に魚釣りとかができないっていうのが辛いですよね。あまりにも卵の出現率が多すぎて、狙った魚が全然出てこないっていうね、この悲しさ。全然エンコードしませんからね。いやー、イースターの期間ね、長すぎるんだよ。別にさ、イースターっていうイベントはいいと思うんですよ。ただあまりにも長すぎる。だってさ、4月の1日から4月の10日まででしょ。そりゃね、ちょっと長すぎるよ。約2週間っていうのはね、まあやってもさ、3日間とかでいいんじゃないの？まあ3日ちょっと短いか。まあ4日とか5日とか。まあ正直言ってね、それぐらいが妥当じゃないかなと思ってます。はい、そういったところでね、キリがいいので、今日はこの辺りで動画終わっていきますか。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をして、これからも見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。